じゃあ開幕戦としては、OK か OK じゃないって言ったらどうですか、気持ち。そうですよね、まあ、OK か OK じゃないっていうと、僕、正直の気持ちで言うと、OK じゃないかなっていうふうには思ってますね。まあ、テンション見れば、まあ、こう開いてるっていうふうに思ったと思うんですけど、我々ら近鉄ライナーズとしては、トップリーグを戦うことなので、それをもっとこう、なんていうかな、安定感を、やっぱりトップリーグのチームの方がこう強い選手もたくさんあるし、80分間を1分1分大切なチームが多いので、それをもっと出世してほしいなっていうふうに思いますね。攻撃のすごいいいパターン、すごく素晴らしいパターンっていうのはどういうのとイメージしてますか？あ、9番と10番が、フリケーニア選手と、グーバ選手がね、こうラグビーをね、こう回すラグビーをしてるんですよね、テンポよく。そのテンポのラグビーを今日すごい何個かね、こう早く、それがライナーズの戦いのこう戦略というか考え方だと思ってるんですけど、ジョス・ノーラーがこう走って、クーパーから蹴って、そこは取った、ジョシュ・ノーラーがまた蹴って、それでケニアが、取ってトライしたのはすごい良かったんですよ、インコールの方にかな。なんていうか、ワールドクラスのメンバーじゃないとできないトライじゃないかなと思ったんですけどね。片岡選手、はい、今日はどうでした？そうですね、いい場面もあったし、悪い場面もやっぱりディフェンスの部分でこうトライ場面もあったんで、多分本人もそれで分かってたと思うんですけども。けどやっぱりこう2トライぐらいかなの片岡選手は、俺見てて、あ、片岡らしいなと思ってますね。片岡選手の特徴ってのはどういう感じですか？そのステップの感じですよね。こう彼のステップはやっぱりこう普通はステップしてスピード落ちるんですけど、片岡選手はやっぱりこうステップした時にスピード上がるんですよね。で1対1のシチュエーションで結構相手をかわしてトライしたと思ったんですけど、それをもともと期待したいなと思ったんですけどね。上目線で言うかもわからないですけども、基本的にはもうトップチャレンジよりもトップリーグで戦ってるっていうのが俺の目標なので、それをこう勝って続けてベスト8にやることなので、それは僕はその目標には変わらないですね。それが俺らの大きな目標だと思います。なんていうか、ワールドカップの影響でラグビーファンが増えてた中で、コロナの影響でなかなかこうなんていうか、会場に見に行けなかったっていうのは非常に残念だと思ってるんですけどね。できれば、まあ、このねコロナの、乗り越えてどうかね、皆さんがね生のラグビーを見てもらいたいなっていうふうには思ってます。本当にライナーズっていうチームはすごくこれからも、強くなると思います。それを、まあ、テレビとかよりもぜひ会場に足を運んでいただければ、強いライナーズを見せたいなと思ってます。